今日はダイソーから発売されているモバイルバッテリーの容量を測定します。ダイソーからは2種類のモバイルバッテリーが今現在発売されていて、一つがこちらの500円で 4000mAh のモバイルバッテリーで、もう一つは1000円で 10000mAh のモバイルバッテリーです。早速分解して中身のバッテリーを取り外します。まずは500円の 4000mAh の方から分解します。中身はこんな感じです。前回とほとんど一緒ですね。ここに回路基板があって、でここの部分にバッテリーがあると。容量は 4000mAh、 製造年月日は2020年の6月20日です。1000円 10000mAh も分解します。分解しました。構成はさっきの 4000mAh のやつと、ほぼ同じですね。ここにバッテリーがあって、10000mAh ですね、これは。この文字が少し薄くなってるんですけど、これはさっきエタノールをかけて、この部分に残っている粘着シートを剥がそうとしたら、インクも一緒に溶けてしまいました。バッテリーの容量で 10000mAh とか、4000mAh とか書いてありますけど、その容量が全部使えるわけではないです。例えばこの場合だと裏のパッケージを見てみます。容量 10000mAh 対応、定格容量っていうのがありまして、これは 6200mAh と書いてあります。残りの3800どこに行ったっていう感じですね。容量 10000mAh というのはバッテリーの容量を測定するためのルールみたいのがあるんですけども、そのルールに従って測定した時の容量です。それが 10000mAh。定格容量というのはモバイルバッテリーとして使える容量のことです。どういうことかというと、このバッテリーセルとバッテリーセルを制御する基板がありますけども、その2つを組み合わせて使った時に引き出せる容量のことです。例えばスマートフォンを充電します。モバイルバッテリーを使っている時はこのバッテリーセルの中に蓄えられたエネルギーを外に出しているわけです。でエネルギーを放出するときの管理はここにある充電 IC でやります。充電 IC では電力損失が発生します。その電力損失は熱になります。ちょっとサーモグラフィーで測ってみます。充電 IC の部分の温度が63度くらいまで上がっています。バッテリー IC の部分で電力損失が発生しているので、その分使える容量が少なくなります。まずこれが一つ目の理由です。次は2つ目の理由についてです。製造されたバッテリーがその設計通りの容量を持っているかを測るために放電試験というのをする必要があります。バッテリーの容量を測るための放電試験と、我々が普段モバイルバッテリーを使う時の放電の状況というのがかなり違います。リチウム二次電池のバッテリー容量の測定手順というのは規格に定められています。それは日本産業規格 JISC8711 という規格です。これはどのようなものかというと、ポータブル機器用リチウム二次電池についての規格です。例えば 4000mAh を交渉しているバッテリーの放電テストをしたいとします。この時何アンペアでバッテリーを放電するかというと、4000mAh を5時間で消費する電流を流します。なのでこうなります。0.8 アンペアの電流を流します。例えばバッテリーがこういう風にあったとしたら、 0.8 アンペアの電流で放電するようにすれば、この JISC8711 の規格になるわけです。 800mAh の電流を5時間流し続けることができれば、そのバッテリーは 4000mAh の容量を持っていることになります。実際モバイルバッテリーを使うとき、バッテリーにはどういう電流が流れるかをこれから説明します。これはバッテリーセルと充電 IC です。この部分がちょうどモバイルバッテリーになります。でそこにスマホを接続します。例えばこちらの 4000mAh のバッテリーですと、
5V 1アンペアでスマホを充電することができます。なのでここに、1アンペアが流れるわけです。充電 IC の効率を 100% だと仮定すると、ここで 5W 分出てきて、でここでも 5W 分の電力を出すわけです。なので 5W÷3.7V 1.4 アンペアくらいになるわけです。ここに 1.4 アンペアの電流が流れます。これはさっき話した放電試験の規格の電流の 0.8 アンペアより2倍くらい大きな電流が流れています。こういった充電池全般に言えることなんですが、同じ容量を持っていたとしても放電の電流の値が高いほどその持っている容量を全部を引き出せなくなってしまいます。流す電流の大きさにもよりますけども、数パーセントから数十パーセントくらい使える容量が少なくなります。ここまでいろいろ話してきたわけですけども、実際にこちらの実験装置を使ってダイソーのモバイルバッテリーの容量を測定します。容量の測定方法については基本的に JISC8711 のやり方に沿ってやります。製造から60日以内のバッテリーを使う必要があるんですけど、それは無理なので諦めます。本当は25個分のバッテリーを買ってきて、試験しないといけないんですけど、そこまでやる時間がないので今回は1つだけのバッテリーでの試験です。この企画は放電方法については詳しく書いてあるんですけど、充電方法については、特に指定がないんですね。一応あるんですけど、製造業者が指定した方式でやってくださいって書いてあるんですけど、製造業者の指定した方式がわからないので、これについてはどうしようもないですね。なので充電は普通にモバイルバッテリーを充電するときのやり方でやります。 USB を挿して充電するだけです。これは試験風景です。今は1万ミリアンペアワーのバッテリーの試験をしています。これはマルチメーターでバッテリーの電流と電圧を測定しています。これは電子負荷でモバイルバッテリーのバッテリーセルから電流を引き出しています。今は1万ミリアンペアワーのバッテリーセルの試験をしているので、2アンペアの電流を引き出しています。上のマルチメーターは電流を測っています。表示を見てみると 1.9994 アンペア DC って書いてありますね。だいたい2アンペアぐらい流れているわけです。で、下のマルチメーターはバッテリーの電圧を測定しています。開放電圧は 4.2V くらいです。で、今電流を引き出しているので、3.9V くらいまで落ちていますね。バッテリーの残量が少なくなるほどの電圧も下がってきます。一応グラフの表示ができてこんな感じですね。このマルチメーターにはデータローガーとしての機能もあるので、これを後でプロットして皆さんに見せることもできます。放電試験も終盤に差し掛かってくるとバッテリーの電圧もかなり低くなってきます。放電を開始した時は 4.2 ボルトくらいバッテリーのセル電圧がありましたが、今は 3.2 ボルトしかありません。1ボルト近く電圧が下がってきています。電圧の下がるスピードも速くなってきていますね。1秒間で 0.1 ミリボルトくらいのスピードで下がるようになってきました。バッテリーの電圧もそろそろ3ボルトを切りそうなので、ここら辺で放電試験はおしまいにしたいと思います。放電試験が終わった後電流を止めますが、そうすると電圧が少しずつ回復していってます。放電試験が終わったんですけど、バッテリーの発熱とか特にないですね。室温と同じくらいです。わあ最悪、マジかよ。測定が終わったので安心して電源を切ったんですが、データを保存するのを忘れていました。5時間無駄にしましたね。こんな感じで波形データも全部消えてますね。ということで、もう一回測り直します。 4000mAh のバッテリーでも同じことをやります。データも忘れないうちに記録してしまいます。5時間分が無駄になりますからね。次は実験結果です。これは放電カーブです。横軸に放電時間、縦軸にバッテリーのセル電圧を表示しています。 4000mAh と 1万mAh の放電カーブを同時に表示しています。
1万ミリアンペアワーの結果でデータが所々不連続な点がありますけど、これは実験中に配線を触ったりしたからです。ただ最終的な結論には影響はないです。まずこの放電カーブから言えることは、2つのバッテリーどちらも5時間放電できていないことです。ということは交渉の容量より少ないことになります。グラフを見てみると、だいたい 4.6 時間ぐらいしか放電できていません。表示通りのバッテリー容量なら5時間経過した時点でもバッテリーのセル電圧は 3V 程度残っているはずです。このグラフはバッテリーの横軸に容量を表示したものです。縦軸はセル電圧で変わりありません。 4000mAh のバッテリーの実際の容量は 3700mAh になります。 10000mAh の方は 9200mAh が実際の容量です。なので2つとも 8% 程度バッテリーの容量が少ないことになります。なのでダイソーのバッテリーは表示している容量より少し少ないことになります。ただこれには色々理由があると考えられています。これは容量詐欺かどうかと言われると、おそらく容量詐欺ではありません。リチウム二次電池の容量は製造から時間が経つと減少します。本来であれば製造から60日以内のバッテリーの容量を測定すればいいのですが、今回使用したダイソーのモバイルバッテリーのセルは製造から180日程度経過しています。あとはバッテリーの製造業者が指定する方法で充電する必要があるのですが、業者の指定する方法がわからなかったので、今回はそれをやっていないわけです。モバイルバッテリーに USB を挿してただ充電しただけです。こういったことが原因で手元に届くバッテリーのセル電圧は実際の容量より低いことがあります。今回はダイソーのバッテリーの容量測定をやりましたが、次回はもう少し有名なメーカーでやってみたいと思います。例えばアンカーとかラブパワーとか、そういったところですね。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。